トーナメントを優勝して感想をお願いします。ジャパンカップで負けた相手に決勝で勝てたので嬉しかったです。これからの目標をお願いします。全日本グランプリで優勝したいと思います。おめでとうございました。ありがとうございます。